作詞作曲が青葉弘樹さんに作っていただきまして、まあ、そのこの歌の中のオレンジというのは夕焼けをオレンジ色に比喩してるんですね。で、歌のストーリー的にはこう夕焼け空を見つめながら亡くなった恋人とよくデートしたなとか、自分の気持ちを伝えれなかったなってこう男が夕焼け空を見つめながら、まあ、後悔というかね、そういう思いを持ちつつ思い出してる歌なんですね。まあ、はっきり言ってしまえばすごく悲しい歌です。僕はね、ちょっとデビューから悲しい歌ばかりね歌っているんですけども、いつになったらね明るい曲を歌えるのか、それがまあ楽しみなんですけども、誰にでも大切な人はねいると思います。僕もねいます。まあ、家族だったりとか、まあそういうね方たちに、まあなんか伝えれてない言葉とかあると思うんですよ。僕もあったので、まあ、あったままそのこの僕の曲をもらった時に聞いた時に、あ、気持ちってちゃんと伝えないと後悔するんだと思ったんですね。だから皆さんにもそう思っていただける曲になってるかと僕は思いますので、一番素敵だなっていう思ってる部分があって、それがその楽曲の中の主人公ですね。主人公がその大切な人を亡くなってしまった時の痛い思いとか辛い苦しいっていう感情をすごく素直に自分の中で認めてあげてて、それがすごく素敵だなと思っていて、私も含めなんですけれども、そう傷ついた時とか辛いことがあった時にその心を無視して笑顔を作ってしまうことって結構あるんですけれども、この曲をですねぜひ聴いていただいて、そういった感情を自分の中で許してあげて認めてあげるのってすごく自分自身の励ましになると思います。そういったきっかけにもなれる楽曲だと思いますので、皆さんぜひぜひ聴いてください。よろしくお願いします。